空腹で倒れそう、我慢しろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで今寝ている場合ではない、夜のうちに脱獄の準備を進めなければ。よいしょ。ってことで、はっ、この音聞こえんもんなんかな。あ、おったおった。おー、あいな、ずいぶん姿を見せなかったじゃねえか。何かあったのか。まあ、こういうことで。何、懲罰房に入れられていただと。そいつは災難だったな。で、どうなんだ、脱獄の手立ては考えられたのか。動きがかわいい。ん、懲罰房の大きるちを仲間にしてトンネルを掘らせるだと。だがあいつは理性のかけらもねえ凶暴な大きるちだぜ。あんなやつどうすんだよ。まあいい、その自信ありげな顔、おめえならなんとかしてくれそうだ。あっしはここでお待ちしてやす。どうか脱獄の準備を進めてください。懲罰を目指すんだろ。だったらまずは地下道を通って焼却場まで行こうぜ。お、地図に目的地が。ここから上がってあった。カチャガタンって絶対聞こえるけん。おお、扉を開けやがったんだな。あんたなかなかやるじゃねえか。でしょう。焼却場からは出られた。あとは大きな血がやる懲罰棒を目指そうぜ。おっと、見てみろ、あいな。何？あそこに監守が嫌がる。監視に姿を見られると捕まって牢屋に戻されるから注意しろ。ふんふんふん。さあ、ついてきな。途中まで俺様が案内してやる。マーカスに教わったルートがあるんだ。監守に見つからないように。監視の目の前を通ると見つかってスタート地点に戻されてしまう。見つからないようにゴールを目指そう。うろつくんかな。異常なし。うろつきはせんみたいやね。じゃ、地図を表示していただけるかしら。邪魔なんですけど。あ、そっち？はいはい。監視の目の前を通ってはいけない。はい。行きましょう、行きましょう。めっちゃ上の方行くね。うん、どこ？早く行って。あ、なるほど。この辺通ってったら全然、全然見つかることはないね。オッケー、オッケー。いい感じよ。監修いない？あっこにいるね、監修。ね、なんかスライムめっちゃ出ていくんやけど大丈夫？ほうほうほう。パシャパシャ。とりあえずここまで来られたな。こっからは監視にバレねえように排水口を進むんだ。何？臭そうだと？まあ、そんなこと言える場合じゃないけんね。じゃかましい。臭くねえ脱獄なんてねえんだよ。さあ、俺様についてきな。じゃかましい。いや、臭くない脱獄は別にあると思うけどな。はい。ふんふんふん。まあ、ここを通ってったら、バレんわな。だってこの上におるってことやろ？大丈夫大丈夫。空腹で倒れそう。ふぅ。こんな臭い場所で食べさされるとは。つらい。よいしょ。待って、監視どこにいるの？監視の場所を把握しておきたいんだけど。大丈夫？ふんふんふん。いや、氷やん。大丈夫なんこれ。いける？いけるんすか？あ、でもあれ、後ろ向き？アイナ、マーカスに教わったルートはここまでだ。ここからはどう、ここからはどう行くかはあんたに任せる。あ、なんか。お？どうやらあら、二号房のやつみてえだな。ここから懲罰房まで監視がうようよしてやがる。地上を進むのはまず無理だ。ふんふんふん。そうだ、もし高いところに登るなら、俺様の背中に乗れ。俺様のプルプルボディなら、高いところから落ちてもへっちゃらだ。どうにかしてルートを見つけてくれ。さあ、この先どう行くかあんたに任せた。とにかく懲罰棒を目指すんだ。スライムに乗ってみよう。仲間スライムに R で乗ることができる。ジャンプ力が高く、高いところから落ちてもなんとダメージを受けない。おお、素晴らしいやん。あいつは後ろを向いてるのか。ふんふん。巨大化した。ジャンプ力も上がっとる？そんなことはないんか。懲罰棒どこや？なるほど、うようよとしてらっしゃるのね。まあ、とりあえずこの辺上がっていけばいいってことやろ。ほっ、て。ほら、いい感じに階段みたいになっとるし。ほっ、
懲罰棒はどれや。ああ、あれか。なるほどね。とりあえずこの横側に。これこっから落ちたらアウトじゃね？普通にアウトじゃね？とりあえず、下に下がって、この下はどうなっとん？ほっ、てい。いけねえ。この下はとりあえず大丈夫ではなさそうか。はっ。とりあえずここまで降りてきた。よいしょ。めっちゃ覗き込むやつ。でもここから、アイテムを使いたいんだけど、これは降りんかったら使えんのかな？奥。どこに置いた？あ、これ、どこそれ？どこそれ？ちょっとやめてよ。そういう無駄な。お腹が空いているらしい。ここ。じゃ、ご飯を食べておいて。あっちまで行けるかな、これ。よいしょ。ほっ。これで、こう、渡っていけば、あーなんか途中で切れそうな気がしなくもないんだけど、あ、でもそこまでは行けそうな感じやね、これ。はい、ここまでは来れました。なんか全然いけそうじゃない？ちょっと待って。ほっ。で、これでここまで来たやろ？で、あとは、ほら、乗らせて。これで、こっち側行って、ほいほい。ん？異常なし、なんかすぐそこにおるっぽい感じやな。どこにおるんやろ？あ、こっちから行ったらいけるんじゃね？どこにおるん、監視。そこにおるんか。よいしょ。こっちから入っていったら、ほっ。今なんかおらんかった？気のせいか。火か。めっちゃ焦ったんやけど。で、どこだ？目的地はあのあたりか。乗り心地良さそうね。よいしょ、よいしょ。あー下に落ちてしまったな。これどうやって上がったらいいんだ。こっから上がれる？ちょ、暗いんですけど。よいしょ。あ、そこにおるんやね。あ、開けれた。なぜ今は気づかないの？へい、行くぜ行くぜ。気づくときと気づかんときがあるっていう、このわけのわからん感じね。なるほど、なるほど。よ、これで、開けてあげることができるよ。はい。よっしゃ、懲罰棒開けられたな。あとは餌やって大きな血を。ガオー。うい。ああ、殴られる殴られる。くそ、噂通りの凶暴な大きな血だな。こいつはあいつを倒さなきゃダメみてえだ。マジで？俺も戦うぜ。さあ、やるぞ、アイナ。素手なんですけどー。あ、詰まって、お腹空いてる、お腹空いてる、よいしょ。戦ってんのか、それ。ああああ、ちょ、待ってよ、マジで。つらい。でも、凶暴な割には結構素手でめっちゃやられてる、こいつ。オッケー。へいへい。よっしゃ、いけた。大丈夫かい、君。かわいいね、コロンって転んだら。おお、見ろや、アイナ。なんと、オーケルチが起き上がり、仲間になれたそうにこちらを見ているぜ。説明口調。だが、魔物の餌はこんな凶暴なオーケルチにも効果あんのか？いや、てかね、そもそも仲間になれたそうに見てんだから。はい、どうぞ。おお、手なずけれた、やったね。何さっきのタイマーの音みたいなの。制限時間があるんこれって。なんと、オーキルチが仲間に加わった。なんか仲間になるまでに、制限時間あるってことなのかな。
いまいち分からんけど。さあ、これで仲間に。名前を入力？え、知らんわ、そんなの。どうしよう。大木槌やろ？ドッスンにしよう。あ、待って、違う。戻って、ドッスンにしよう。す。なんかそのまんまやろ？まあ、マリオかって感じやけど。はい。なんとドッスンがついてくるようになった。ガル？ガルルルガルルガルル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 ルうお、すげえ。こんな凶暴なやつまで仲間にできるとはな。あとはこいつがいなくなっても監視にバレないように細工しないとな。あ、そっかそっか。バレるやろ普通に。よいしょ。よし、大きい人形を置けたな。うまく身代わりにできそうだぜ。あとはこのドッスンをあんたのローヤンシスターの地下道まで連れて帰れば今日の目標は達成だ。さあ、一度懲罰房から出ようぜ。また来た道を戻っていくん？もう自動的に戻りたーい。つらーい。だって結構な道のりやったよ。とりあえずなんか表に出たら自動的にナレーションベースで帰らんかな。いいか、監視に見つかるなよ。まずは懲罰房の監視をやり過ごすんだ。てますけども、めっちゃガタガタしうるやん。さあ乗るよスラリン。よいしょ。はてい。とりあえずあれなんよね、あっこに乗れればいいんですけども、乗れるか。はあ、はい、落ちたー。はい、落ちた。やってられねえ。こっちからまた上がらんといかんな。とりあえずそこに上がらんかったら、どうにもこうにも。お、え、大木槌？びっくりした。帰っていくんかと思ったよ。バッセル。おい、乗れた乗れた。やったね。あとちょっと、一旦降りよ。一旦降りて、ここちょっと慎重に行った方がいいやろ。行くぜー。もうちょっと砂がいっぱいあればよかったんかな。あ、で、あとはここの場所やね。オッケー。はい。ふぅ、なんとかここまで来られたな。もうすぐ焼却場に着くぜ。お前の牢屋につながる焼却場の地下道まで戻れば、今日の目標は達成だ。頼むじゃないな。来た時のルートを思い出しながら、目印の場所に進むんだ。目印の場所どこ？あっちか、目印。うんうん、はい。怖っ。こっちから行けばいいかな。ん？あー、そうそうそう、この上に行ける。ほっ、ん？上がれなくね。はっ、上がれた。ふー、この辺通って、もしかしてこの辺のさ、このツタとか使った方が。あ、ほら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 。んで、あとは、乗らせて。スラリン。スラリンってば。ね、めっちゃ落ちてたんだけど。あ、来た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 。はい、乗らせてね。これで、目的地あっちやろ。あ、びっくりした。めっちゃ落ちたと思った。つらいつらい。これで、多少は、ちょっと待ってね。多少こういうの使ってさ、これであといけるかな。ちょ、スラリン。スラ。よいしょ。え、いける？あー、びっくりした。いける。これで、どこだこれは。いけるのか。あ。あー、まあ、いけそうか、この辺は。よいしょ、よいしょ。ふん。で、あとは、めっちゃ覗き込むやつ。あっこに監視がおる。
あっこに監視があるってことは、あっち側に行けばいいってことかな。こっちの監視は？そこにおるけど、多分あれ背中向けとんよね。あ、この辺の下には監視全然おらんのか。ということはだ。とりあえず飛び降ります。待って、あっこにおるやないか。怖っ。あー、近い。ちょっと待って。あー、怖い。めっちゃ怖い。そこか。え？目的地のすぐ近くやねん、あれ。え？何？行けるの？後ろから行けばいいってこと？燃えてるスラリン燃えてる。大丈夫？これって、あの監視普通に見えてない？大丈夫？はい、これで。ふぅ、よっしゃ、ようやくここまで戻ってこられたな。ここまで来たらあと少しだ。だが、焼却場の入り口には監視が嫌がる。ふんふんふん。東側から回り込めれば、監視の後ろ側に出られるはずだぜ。東側から？どこ？ここからってこと？とりあえず、ここから。ああ、なるほど、なるほど。そういうことね。こっちってことね。うんうん。怖いよー。ああ、来たー。ふぅ、なんとか焼却場まで戻ってこられたな。さあ、あとは地下道からあんたの牢屋の下まで戻るだけだぜ。ああ、これでやっとだわー。長かった。目的地。ただいま。よしよし、どうなることかと思ったが、なんとか戻ってこれたな。うひゃー、そいつが例の大きな地ですか。無事に連れてこられたんでやすね。うるせえやす、もうすぐ夜が明けるんだ。やすやす騒ぐんじゃね。ふぅ、達成。うまく大きな地を仲間にして、ここまで戻ってこられたな。これで今日の目標は達成だぜ。明日になったら、こいつに地下道を掘り進んでもらう。脱獄の決行はいよいよ明日だ。しかしこの大きな地さん、言葉も状況も理解できてないようですよ。ようでやすよ。地下道を掘るなんてことできるでやすか？あいな、明日あのばあさんに相談してみてくれ。きっと何か手があるはずだ。もしかしてモンスターが喋るようになる。何かしら。そんじゃあいな、俺様たちはここに隠れてる。あんたはいつものように、牢に戻って朝を待つんだ。砂を敷いてベッドで寝るんだぞ。あ、砂がない。あいな、改めて礼を言う。ここまではすこぶる順調だ。もうすぐ脱獄王マーカスの夢も叶う。明日こそここから脱獄できるんだ。やっと脱獄だ。んで、ちょっと待って、砂を調達。砂こっちやね。え、2個でよかったっけ。やっ、とりあえず3つぐらい。よいしょ。くっ、ほっ、まあどっちでもいいか。あ、こっちの色やね。うんうん。よいしょ。さあ、寝ましょう。おほほほ。はいはい、皆さん、起きてください。副国長。今日は抜き打ちで、牢屋のチェックをします。マジで？まずいぞ、エナ。ベッドの下の地下道が見つかったら、今までの準備が全部パーだ。はい、動かないでください。おかしなものが見つかったら、即刻懲罰房にお引越しでーす。頼むぜ、エナ。なんとかしてやり過ごすんだ。あ、入ってきた。どうした、6207番。牢屋のチェックだ。おとなしくしておけよ。何もないっすよ。そこはうんこです。どうです、ここの牢屋は。おかしなところはありませんか。副国長様、特に問題なさそうであります。ふん。なんか疑っとる。6207番、ビルダーのあなたなら地下道くらい掘っていても不思議ではなさそうですが。正直にお答えなさい。何かやましいことはしていませんか。してません。ん、そのいいえはどちらの意味なのです。
あなたなんだか怪しいですね。何？ま、いいでしょう。抜き打ちチェックはこれでおしまいにします。早く公正に向かいなさい。副国長様にお許しだ。小躍りしながら牢を出ろ。小躍りはちょっと。今日も頭の点呼に、頭じゃない、朝の点呼に向かうのだ。なんとかなってないな。あとはあんたの友達とこれからのことを話してみてくれ。出て行ってすぐに話しかけんじゃねえよ。お、ヤッホー指導。はいな。うまく抜き打ちチェックとやらをやり過ごしたんだな。ただあの副国長とかいうやつ、ずる賢そうで生意気な感じだったな。最後まで気を抜くなよ。で、昨日はどこまで進んだんだ？ちゃんとオギルちゃんの仲間にできたのか？できたよ、それが。ほう。仲間にはできたが知性がなくて思い通りに壁を掘らせられないか。6207番、6208番。貴様ら、また無駄話か。いい加減にしろ。貴様ら、最近ますます緊張感が薄れているんじゃないか？それに貴様らはどうも仲が良すぎる。いいやん、別に。そうだ、6208番。貴様は明日棒を映ってもらう。2号棒にお引越しだ。何？貴様らが顔を合わせていられるのは一生涯で今日が最後だ。せいぜい最後の日を楽しみやがれ。あ、違う棒の人間は会うこともないんやもん。ち、急ごうぜ、あゆな。やるなら今日しかない。いやね、急ぐしかないわ。方向はどっちでしたかしら。こっちかな。あ、こっちや、こっち。え、こっち？おい、6207番。こっから先は立ち入り禁止だ。こっちか。行ってきまーす。朝の点呼だ。てか、なんかね、昨日の夜、2号棒の人が脱走しよったけど、やっぱ脱獄する人もいっぱいおるんやね。する人っていうか、しようとする人。これで3号棒の囚人は揃ったな。昨夜2号棒から脱獄を加えられた者が出た。もちろん途中で捕まえてやったがな。その人間は今頃罰を受けているだろう。ハーゴン様を称える悲鳴を上げながらな。私には懲罰棒のどの辺が罰やったんかがよくわからんねえけど、言っておくろ囚人だも、この監獄島からは絶対逃げられない。今ビルダーの船が海に止めてあるが、それも今日までだ。明日、国長様が直々に破壊してくださる。そんなありがたい情報をちゃんと言ってくれるんやね。今日までビルダーの船が海に止めてあると。さあ、希望を捨てろ。そして今日も腐った心を破壊すべく、公正に励むのだ。でもどうせ脱獄するんならみんなも一緒に脱獄させてあげたいよね。できんのかな？特にこの3号棒のみんなお世話になったから。6208番、聞いたな。貴様は明日2号棒へ引っ越しだ。今日はこの棒での最後の公正を楽しむがいい。とは言っても、貴様らにはもうキャベツは作らせん。今日も辺りの雑草を破壊しながら自分自身と向き合うがいい。さあ、まずはいつものように畑に向かえ。畑には向かわんといかんのやね。何？一日でそんなに雑草は生えてきます？それともまた別の場所？ねえねえ、モンバー。キッシッシ、よく副国長をやり過ごしたね。私も安心したよ。それで、計画はどこまで進んだんだい？何から何まで順調なのかい？とりあえず今のところは。オーキルジは仲間にできたが知性がなくて、うまく地下の壁を掘らせられないか。おい、ばあさん。ばあさん、桃の扱いが得意だろ？何か手はないのか？そうさね。随分と昔の話だが、オーキルチが教団に借り出されて神殿を作っているのを見たことがあってね。破壊の教団のくせに、やっぱり物がないと困るんじゃないか。確かその時、オーキルチたちはハンマーの目印が貼られた壁をひたすらに壊していたぞえ。どうだい ?6207 番。ビルダーなら何か思いつかないかえ。思いついたら奥の下手で作ってみせ。あの下手台は隠されとんかな？それともあることは知っとんかな？この教団の人ら。お、ハンマーシール。ハンマーで壊す場所の目印。貼った場所をオーキルチが壊してくれる。本能的にこれを壊していくってこと？何個作ればいいんやろ。1回分でちゃんと出来上がるんかな、作るの。どこだったかしら。何これ。なんかあった。え？なんかあったよ。なんか盾ゲットした。やったね。そして。作れるかな？あ、作れる作れる。10枚できるんやね、1回で。できたー。できたよ、モンバー。
ハンマーシールを作ったのじゃな。そいつを壁に貼れば、貼った場所を大きいじゃ壊してくれよ。うまく使って穴を掘らせるがええ。よし、これで脱獄の準備はできたな。今日でこんな島とはおさらばだぜ。それにしても妙な島だったな。こんな島をわざわざ用意して、ハーゴンってやつは何を考えてやがるんだ。教えってやつも島によってなんだかちぐはぐだし、教えを守らず物を作ってる教団員もいる。名前だけはやたらと聞くが、ハーゴンってやつは大したことなそうだな。大したことないか。私はそうは思わないさね。私はむしろハーゴンはもう死んでいると思ってる。なるほど。そうか、そういうアイナも前に同じようなこと言ってやがったな。そして私はこうも思ってる。この世界はハーゴンの偽りで塗り固められた世界なんじゃないかってね。どういうこと？私の記憶じゃ、ハーゴンは自らの血で復活させた破壊神と一緒にロトの三勇者に倒された。だけどここの連中は人間魔物も教団連中でさえそのことを知りもしないんだ。え？なるほど、その事実を知りもせん。私はペルポイって町の出でね、ある日ロンダルキアって場所に続く山に迷い込んじまった。ロンダルキアは聞いたことがある気がする。吹雪の中をさまよっていたら、急にどこかで見たような、でも初めて見るような不思議な世界に張り込んでいたのさ。面白いことを言うばあさんだな。どうした急に。ばあさん、お前も俺たちと一緒に脱獄しようぜ。今の話詳しく聞かされよ。うん、いや、せっかくだが私は行かないよ。あんたたちの成功はこの監獄島に来る者たちの希望になる。そのためには語り部が必要だからね。でも私らが成功した時点でさ、なんかより一層厳しくなるんじゃないかと思うけどね。なんかこの方法ではもうできんようになるみたいな。6207番。いいや、アイナよ、これでお別れじゃ。みんなの希望となるべく脱獄を成功させてくれ。そしていつの日かこの世界を覆う偽りの衣をビルダーのあんたが剥がしておくれ。なんか切ない。モンバーさん一緒に行こうよ。世界を覆う偽りの衣か。全くそれっぽいこと抜かしやがって。ばあさんの語りが長すぎてすっかり話がそれたが、今夜が脱獄の日だ。明日俺は棒を移動させられて船も壊される。チャンスは今日しかない。俺は自分の牢の床を掘れるだけ掘って地下道に繋げておく。掘れない壁はハンマーシールを使って大きい地に掘らせてくれ。さあ、いよいよ脱獄決行だ。ベンチで夕方になるのを待とうぜ。全然草むしりしてないけどいいかな。何もすることがないってのも退屈で我慢できないぜ。どうすりゃいいな。ベンチに座って夕方を待つか。待ちます。わかった。ここに座ってこれからどうするか考えをまとめておこうぜ。そういえば畑の方一回も行ってないな。みんなの姿を見ていない。よし、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。明日も構成だ。監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。畑に顔を出してないぞあいつら。とはならんのかな。もうみんな帰ったのか。早いな。まあ寂しくなるけど。5932番、夕食だ。受け取れ。6207番、夕食だ。受け取れ。6208番、貴様は今日も夕食抜きだ。もうずっとやん。絶対倒れるって。さあ、それじゃあ戻りましょうかね。キーン。ここを左に。はい。ふぅ、未だに場所が。覚えられない。空腹で倒れそう、つらい。独房はこの奥だ、急げ。待って、急ぎたいんだけど、お腹が空いたんだ、私。ものすごくお腹が空いたんだよ。さあ、自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。いよいよだな、アイナ。今日の夜、脱獄決行だ。俺が掘れない壁は、お前がいる方からハンマーシールを貼って、大きい地に掘らせてくれよ。さあ、やってやろうぜ、アイナ。ルリア、白爺のやつが待ってる。こんな島早く抜け出して、島に帰るんだ。牢屋の扉に鍵がかけられた。アイナは独房で夜が更けるのを待った。そして、ついに脱獄を決行する時がやってきた。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやもうね、監視に見つからんようにってやつ永遠に帰れんかと思った。よかった、ちゃんと帰れて。